ナンバー33 SP レフト杉崎美岡さん。ナンバー15控えには川澄奈々さん。ナンバー13長谷川里穂さん。ナンバー19山崎ひかるさん。ナンバー20渡辺琴葉さん。ナンバー22浜田鈴乃さん。ナンバー41中島さん。寺澤夏美さん。ナンバー56矢部ほのかさん。ナンバー66監督杉山博之先生。マネージャー佐々木奈美さん。以上の皆さんです。この試合を担当します。審判員は球審中野健二さん。センターが球審注意木村武義さん。2番クロス長井さん。2塁井上俊夫さん。はい、3塁樽石忠俊さん。副審羽賀隆さん。ということですので、はい、以上、ご審判員によって行います。公式記録員は橘俊恵さん。3番ファースト松永さん。放送は牧瑞穂中村優香が担当します。両チームの監督さんは打順表の確認を行いますので、ホームベースまでおいてください。
ライト、阿部七海さん、ナンバー11。マイガールズ、ご注意ください。1回の表、兵庫大学附属、今の浦高校の攻撃を、1番、セカンド、黒木美香さん、ナンバー10。
ください。選手にお入りください。1回の裏、守ります。兵庫大学附属真野浦高校の守備をお知らせします。ピッチャー、村凛さん、ナンバー17。キャッチャー、藤原真由さん、ナンバー15。ファースト、住谷遥さん、ナンバー25。セカンド、黒木美香さん、ナンバー10。サード、ナンバー7。ショート、山本あかりさん、ナンバー6。レフト、山田優香さん、ナンバー5。センター、宮本聖奈さん、ナンバー1。ライト、広川真里奈さん、ナンバー4。
試合結果をお知らせします。B 球場岩手県花巻東高校対長崎県九州文化学園高校は7対3で九州文化学園高校が勝ちました。6番 TT 原もなさん、ナンバー14。
中高校の攻撃は4番ピッチャー曽根半田さん、ナンバー23。Thank you.
です。渡辺優奈さん、ナンバー10。
館ナンバー33。出場します。長谷川亮さんに代わりまして、土屋咲さんが再出場します。
ておりまして、森本真代さんが再出場します。協会の表、兵庫大学附属野々浦高校の攻撃は、5番、キャッチャー、藤原さん、東山さん、サード、中田さん、サード、藤原さん、レフト、田辺さん、センター、平田さん、サード、田辺さん、サード、田辺さん、サード、田辺さん、ナンバー19が入ります。
前回の裏、静岡県二重高校の攻撃は3番サード加瀬さん。
Yeah!
のご来場の皆様に連絡いたします。気温、湿度ともに高くなってまいりました。熱中症の危険性がありますので、こまめな水分補給と日陰での休憩をお取りいただきますようお願いいたします。Thank you.
you